みなさんこんにちは、ふみやみのふみです。はい、今日はですね、ゴールデンウィーク真っ只中です。みなさん何してますか？私は後でおばあちゃん家に行きます。それで今日何しようかなと思ったんやけど、この前な、なんかふみがいつも行ってる美容室、カリラっていう美容室なんやけど、カリラのオーナーのリエさんのヘアアレンジ講習会みたいなの、なんかヘアアレンジを美容師さんに教えますよみたいな会のモデルをふみとあみ2人でしてたんやんか。その時にふみのヘアアレンジをリエさんがしてくれて、まあ普段もよくしてくれるんやけど、その時になんか説明しながら、その美容師さんが見てるからさ、説明しながらするやん。それでなんかしてもらってて、ふむ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 ってなったわけよ。それでなんかふみもヘアアレンジしたいなって思ったんで、ちょっと今日は久しぶりにヘアアレンジにチャレンジしようと思います。イエイ。ちょっと化粧だけしてきて、髪の毛はまあ寝癖というか寝癖ついてたんで、寝癖直しでシュッシュってして、ちょっとドライヤーだけしてきました。こんな感じです。で、今日はこのストレートアイロン使って、まずは昔多分動画でも紹介したなみなみなみって感じで巻いていきます。ではもう早速やけどやっていきます。私はね、結構頭の上の方にボリューム、頭の形がここがちょっとぺったんこなんで、ここにボリュームを持たせたいから、上からしっかり巻いていきます。もう全体巻く感じで、なみなみっとこうクックックックって、なみなみなみって巻いていくな。ふみの目標タイムは今日の動画を撮りながら10分くらいで終わらせたい。いやでももう2分経ってるやん動画。もう雑にいきますよ。あとで今日はね、あの巻くだけのヘアアレンジじゃなくて、ちょっと結ぼうと思ってるから、あ、まずはこれは仕込みというかね、全体を軽く巻くという仕込みです。ちなみにコテの温度は160度に設定してます。で、ストレートアイロン、ストレートアイロンか、これの温度は160度です。はい、では全体をなんか、まあ、軽く適当に巻いて、このオイルを、 N ドットのオイルを髪全体になじませました。するとさっき巻いたとこが結構こう束感になって可愛い感じに。で、ここからハーフアップにしようと思ってるんで、お団子にしていきます。で、このゴムを用意します。で、この分け目を結構こう今正面まっすぐ分け目なんやけど、こう持ってきて結構大胆にこっちに持っていきます。こんな感じ。んで、こうここら辺からスッと髪の毛を取って、さっきの分けたところと合わせて、こんなくらい、こんな感じにちょんまげ軽く、軽くというかお団子します。位置的にはな、これは耳の、耳の若干後ろぐらいでお団子します。こんな感じで結んじゃいます。そしたらここの根元を持ちながら、この結んだ髪の毛をちょっと引っ張り出す、この時のバランスが結構大事。
もう掴む束としてはこれ何本なん、このくらい、ほんまちょっと、あ、これくらい、あ、これ前髪やったわ、これくらい、なんかちょっとだけ掴んで引っ張る、ちょっとだけ掴んで引っ張る、で根元、ここゴムのくくったとこを持って引っ張らないとここが緩んじゃうから、こうなってる団子を根元持ちながらほぐす、ほぐす、ほぐす、ほぐしてから、この毛束の一部を持って、毛束の一部をくるっと巻きつけます。で編みピンでその根元を留める。こういうのこうして、寝かして、もうこれはほんまにバランスとの勝負だ。適当に引っ張っては適当に崩していってください。音量が悩ましいところ、なんかここに団子がある感じになりました。じゃあちょっとこの周辺もほぐしていきます。結構ルーズな感じに仕上げたいんで、引っ張って私の新アイテム、これは16ミリのコテラ買いました。なんか欲しくて、ちょっとこれ初めて使うんや。前髪巻いてみる。おお、すんげえ。前髪上げようと思ってるんで、適当に適当にちょっと練習台として今巻いてみます。うねうね、顔周りをさ、この16ミリで巻こうと思ってるんよ、顔周りの毛を。でもちょっとミスったら怖いな。とりあえず前髪で練習。昨日届いてんな、ちなみに。でもちょっとこのボサボサぐらいでいいね、どうせアレンジするから。やば、今こんなになったよ。パーマ当てた人の朝の朝起きた瞬間の前髪みたいになってます。じゃあちょっと前髪はプロダクトを使います。OK、これをちょっと手に取り、指先になじませて前髪全体につけてみて、このとんがり具合つけて。でもな、もうこんな感じで巻いてるから束感が出ていい感じ。これも同じよ、ジグザグにしようかな。アミがやってたやつみたい。アミがさ、ヘアミニクリップの紹介でやってたヘアアレンジみたいに、ちょっとジグザグにします。で、あ、アミ編んでたよな。ちょっと編むわ。あ、ちょっと編み方もあれか。こう、まあ、アミの詳しく見てもらったら詳しくわかると思うけど、こう持って次のやつと混ぜて2つ編みやで、3つ編みじゃなくてっていう感じでやって、で私もこのちびっこクリップハート、かわ
まり見えないけど、今手挙げられへんくて、ハートをここに込めます。なんか2種類あるんやけど、こっちとこっち、この頭トップがハートになってるやつ、これの方ががっちり止まる。髪の毛多い感じの人はまずこれを止めてから、こっちでデザインも、これはつけ、ちっちゃい方はただつけるだけぐらい、ただつけるだけ、あ、ただ飾りみたいな感じでやってもらってもいいかなって。ではこっちもやっていくね。海さ、この真ん中のさ髪の毛、毛、あ、飛んで飛んでいった笑う、マジで一人でこんなんやって、あ、やばい、開かれへん。オイルでさ、ぬるぬるなって、あ、いけた、オイルでぬるぬるなって開かれへんかったクリップ、あ、ちょ、もう嫌や、オイル、オイルで飛んでいく。ちょっとほぐしたいんやけど、前髪短すぎて怖い。 OK。 ではこの 16mm のコテで顔周りを宣言通りちょっと巻いていきます。おお、すごい、こんな感じなのに、おお、うわ、すごい、どう巻くのが正解なんやろ。まあ、ノリでいきます。ちょっとこれは外側に巻いたり、毛先は内側にしたり外側にしたりしながら、楽しいんじゃないですか、これ。なかなか。なんかここら辺の巻き残しも巻いとくわ。あと毛先な。こう、どうしてもいっぱいに取っちゃうっていう。早くと思う。あ、そういえば10分とか言ってたのどうなったやろ。もう何分もかかってるんやろ。何分かかってるんやろか。ちょっとまたバッテリーが落ちました。やばすぎ。で、ふみは画期的な方法を見つけた。充電しながら今撮ってます。多分大丈夫だと思うけど、落ちたらごめん。で、このコテで。ちょっと2回目なんやけど、ほんまに充電なんてせんかったやろ。まあ、適当に巻きました。こっちの髪の毛だけ。そしたらちょっとなんかあれやなと思ったんで、ここ編んでいきます。ここを2つ編みにネジネジします。この上の髪の毛を取って2つに分けてクロスして、次これの下の髪の毛取って混ぜてクロスして、混ぜてクロスして、混ぜてクロスして、もう適当に、あとは後半はもうねじねじっとしちゃって、これも引っ張ります。あ、ここあれやな、これ別に綺麗にネジネジするんで、もうする必要はほんまになくて、適当にした方が可愛いと思います。で、こうネジネジしたら耳の後ろでこのパッチン止めを使います。パッチン止めで止める。これ閉めるのやねんけど、2個あるんで、もう1個はここら辺に止めようかな。じゃあこんな感じになります。こっちにボリュームがあるから、こっちにもちょっとボリューム出してみた。
で、顔周りの毛はちょっと出して、いらんのは耳にかけてピアスしよう。充電しながらできんねや、知らんかった。全然じゃあこれから気にせんでいいやん。よし、ちょっとヴィンテージ風のジメロのピアスをつけました。でこっちの髪の毛も顔周りだけちょっと重点的に巻きます。だけどしそうやってきた。これね、これは内巻き、外巻き、内巻き。ではこっちの髪の毛も巻いて、もう適当に巻いちゃったら軽く耳をかけて、あとはもうプロダクトを指につけてほぐします。そしたら完成。ちょっとバッテリーが危ないんで早く終わります。こんな感じで完成です。正面はこんな感じ、横団子してる側の横、後ろ、右横、こんな感じです。ぜひ真似してみてください。このヘアクリップはジュメロで売ってるヘアクリップで、このピン止めは、ピン止めはっていうかピン止め、レオパードのピン止め、これもジュメロで売ってます。あとこれもピアスもジュメロで売ってるんですけど、顔周りのヘアアクセを結構しっかりすることで大人っぽくもなるし可愛くもなるし、この16ミリのコテで顔周り巻くことで結構抜け感んでるなって今日感じました。これから活用していきます。ではちょっと私はお姉ちゃんが待ってるんでもう行ってきます。今日も動画見てくれてありがとうございました。ちょっと説明不足のとこいっぱいあったと思いますけど、この動画がいいねと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた更新します。バイバイ。バッテリー良かった。